キングストレールは日本、後にアイルランドの競争馬。馬名の意味は王者の奇跡、道筋。また、トレールの名は母方の祖母ハッピートレールズにちなむ。2005年のセントライト記念や2007年の京成杯オータムハンデキャップを制した。8月に札幌競馬場でデビュー。一番人気で初出走、初勝利を挙げる。その後はクローバー賞。 KO 杯2歳ステークスで2着に入るなど、構想するが、暮れの朝日杯フューチュリティステークスを前に骨折が判明し、約10ヶ月の休養に入る。休養を経て初戦は、セントライト記念に出走。久々のレースながら、マイネルレコルタなど相手に勝利を収め、重傷初制覇となった。その後、初の GI 天皇賞、秋に出走するも出遅れ、16着に敗れた。 その後は2006年は、ダービー強チャレンジトロフィーで2着となるも勝ち星から遠ざかる。4月の谷川学ステークス出走後、再び9ヶ月の休養に入る。休養明け3戦目となる、東風ステークスを制し、久々の勝利を挙げる。その後、約5ヶ月半休養の後形成杯、オータムハンディキャップに出走。これも制死重賞2勝目を挙げた。勢いに乗って、 第41回スプリンターズステークスに出走。初の1200メートルのレースへの出走ながら4着に入った。10月3日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは、京成杯オータムハンディキャップの勝利で108ポンドの評価を得た。スプリンターズステークス後はスワンステークスに出走するも6着に敗れた。なお、第1希望で香港マイル。 第2希望で香港スプリントに予備登録を行っていたが回避することになり、第24回マイルチャンピオンシップに出走したが、7番人気で6着となった。4ヶ月休養の後、ダービー今日チャレンジトロフィーから始動するが、出遅れてしまい、スローペースに見舞われ11着だった。中1周で臨んだ読売マイラーズカップは、安藤勝美に乗り換わり、 直線で先頭に立ったが、そのせいで、馬が、集中力をかきご着。続く、KO 杯スプリングカップでは初めてブリンカーをつけ、直線で今度はナイラチ沿いで一頭になってしまい、またしても集中力をかきご着だった。ここで、マイル路線から、スプリント路線に転向。去年のスプリンターズステークス以来となる、函館スプリントステークスに、2歳児以来となる。 ダグラス・ホワイトを安城に迎え出走。4コーナーで窮屈になったが、3着に入り、スプリント適性を見せた。続くオープン特別の UHB 杯では不良馬場や57.5キロの、金量を背負わされたこともあり3着に敗れた。続く、キーンランドカップでも出遅れて4着に敗れた。マイル、スプリントと勝ちきれないレースが続き、ここで距離を一気に伸ばし、 2200メートルのオールカマーに出走。積極的な逃げを打ち2着に粘った。しかし、3歳以来となる天皇賞、秋に出走も3番手から伸びきれず9着に敗れた。1月4日の中山金杯から始動したが、いいところなく7着に敗れた。続く1月25日のアメリカジョッキークラブカップでは5着だった。その後、3月1日の中山記念に出走。 スタートから逃げるものの、最後の直線でカンパニーラに捕らえられ4着に敗れた。続く3月28日の日経賞では、ブービーの13着と大敗した。その後、初のダート戦となる5月10日のワシスステークスに出走。道中は先行集団についていたが4コーナーで後退してしまい、16着と、との負けに終わった。その後、 8月9日の関谷記念では、後位集団でレースを進めるも、直線で失速し11着と大敗した。2月28日の中山記念から始動。後位でレースを進めるも、直線で失速して14着と大敗した。3月27日の日経賞では、コースタートから花を奪い逃げるものの直線で1敗になり14着に敗れた。そして4月7日付で、 JRA 競争場登録を抹消され、現役を引退した。その後は、生まれ故郷のノーザンファームにて、つなぎをされていた。アイルランドからのオファーを受け、引退後の現地での種子ぼ入りを前提として2011年2月に輸出され、現地で開業する小玉隆支給社で競争場として復帰することとなる。 12月17日の準優勝ケベックステークスで復帰し、復帰初戦は4場所以上離された9着。2012年1月27日のオープン戦では1場審査の2着。2月25日の準優勝、ウィンターダービートライアルステークスでは逃げ切りを図るが、約2場審査の4着だった。3月31日の準優勝マグノリアステークスに出走し、 一着から約八馬身差の四着に敗れた。約三ヶ月ぶりの出走となった6月20日のロイヤルハントカップでは一着から七十馬身以上、離された29着に終わった。その後3したが勝てず、2013年1月4日のレースで5着に敗れたのを最後に現役を引退し、アイルランドのロングフォードハウススタッドで種ボバとなった。ありがとうございます。